はい、どうもゴリラです。今回もラストオブス2プレイしてきたと思います。それでは外でくぶ。いいね、このライト。あ、こっち行くのね。死ぬなら友人みたいに死にたい。脳卒中で？違う。ほら、老衰で。長生きするの。エリーが？ありえない。無鉄砲すぎて無理。それ自分のこと？は？エリーは絶対雪の中でスニーカー履いて、凍傷にかかって死ぬね。今日はブーツ履いてるし。仲ええな。あ、え？すまへん。ゾンビ出てきそうやな。グラフィックがマジ綺麗な、このゲーム。家調べた方がいいかな。平気そうだけど、使えるものありそうだし、調べてみる？うわぁ、調べてみるか。結局すぐ銃は出せるようにしよう。ここってどんなとこなの？ちょっと来て、よくある無人の街ってとこ。怖いから。感染者はここまで来ないんだよね。外周で見つけて倒しちゃうし。ほんまか？油断はせんぞ、絶対。今夜の予定は？ああ。上行けるやん。今夜はジョエルと一緒に映画でも見ようかなって。ジョエル、仲直りしたんだ。うん。ジョエルと何の映画見るの？お気に入りは？ああ。何や？アーティス&バイパーズ。私も前から気になってたんだよね。ええ、そっか。80年代のくったらないアクション映画。ジョエルがハマってて。うわ、サンタさんへやって。私も結構好きだよ。くそ、悲しいね。この手が裏返す。こんな感じでいい。かわいそう。くそー。ディーナはかわいそうに。夜何するの？何人かでこっそり抜け出して、そり滑り。そり滑り。楽しそうだね。その後会わない？え？ああ、そうだね。その気にさせんな俺を。じゃあギター弾いてあげる。オッケー。いいな、可愛いな。それってどんな話の映画なの？二人の特殊部隊員が悪い奴らをぶっ潰す話。確か2ではロシアのスパイと戦うんだっけな。おもろそうやん。思ったよりその映画興味あるかも。それで若い方がバイパーで忍者なんだよね。めっちゃくちゃ強いんだ。一作目ではその人何歳だったの？10歳。10歳、子供や。物資集めていくよ、どんどん。R1 で素早く切り替えできんねんな。これどうやってあれやったかな。なんかあのね、あの左右で構えとんの変えたいんだけど。ねえねえ見て。あ、四角か。何？ん？これってエリーのハマってるスーパーヒーローカードじゃない？おお。やった、これ持ってない。おもろそうやん。ワンでもなんかハマっててんな、カードゲーム。ありがとう。カードゲームっていうか漫画にハマってた、エリー。まだ映画作ってる人ってこの世にいるかな？絶対おらんやろな。おるんや。どうしてそう思うの？うちらと同じ状況かもよ。生きるのに必死でさ。でも私も曲書くでしょ。カメラさえあれば。ちょっと入れるんじゃん、ここ。エリーのオリジナルソングあるの？聞かせてくれないわけ。あ、ねえねえ、物資がいっぱいある。考えとく。なんかあれやな、キャンピングカーやな。トレーラー最高。ちっちゃな動く家か。本当にこれに乗って旅行してたのかな。こういうので旅行したいよな。当然するでしょ。まあ感染が発生する前ならもちろん国中回っちゃう。海外に行くのもあり。そのうち行けるかな。
行こうぜ。ちょっと他のとこも見たいな。こことか無理なのかな、みんな。でで無理そうやね。無理そうやね。最悪。気温が下がった。みたいだね。なんか降りそうやぞ。うわ。え？どう落ち着いて。何？うわ。食い荒らされとるトナカイが。トナカイなんこれ。なんなのこれ。うわ、くそ。感染者にやられたんだ。やっぱ感染者。何匹いたら殺せる？一匹じゃん。どこに結構おるってこと？怖いよ。ちょっと中進んでみるか。やばいなこれ。血バカ出てるやん。いや、グロ。いや、感染者おるよ、これ。ちょ、ライフル持ってくわ。オッケー、これでいいわけね。いや、おるやん。どうやって入ったんだろう。それより入り口探さない？え、入んの？血続いてんだよ、こっちに。ねえ、足跡だらけだよ。ガチやん。手分けして倒す。いや、一匹ずつ。それが良さそう。行くん？マジかよ。戦士すぎん？俺やって絶対行かんで。いや、行きますか。なんか食ってるぞ、こいつ。何食っとん？うるわ、やっぱライトには反応しないな。はい、ザゴ。エリーはナイフ使うの。臭そう。臭そう。何食っとったん？倒した。え？足か。まず一匹。オッケーオッケーオッケー。チームワーク最高。何匹おるんや？裏からスーパーに入れるか確かめよう。はい、そうしよう。こっちかよ。ちょっともうちょっと漁るよ。なんかおるやん、こっち。ちょっとこっち。何？なんかある？アイテム。あ、アイテムあった。薬か。薬っていうか、これ体力アップとか。お、弾でかい。それはオッケーオッケー。これ鍵が閉まっとったってことね。オッケーオッケーオッケー。行くか。怖いなー。いやー、音鳴らすなよ、なるべく。あかんて。もうバカバカ野郎。はい、クイックスロー。急所攻撃。はい、瓶投げてよろめかせた隙に刺すというね。銃より強いやん。今のかっこよかった。ありがとう。これ前のやつもあったね。バリケードで塞がれてるのに。誰かが入れたってこと？もしかして、さっぱりわかんない。あのアビーたちが。そうやろ絶対。キモ。今まで倒した感染者の最高記録は？最高記録は1年くらい前で、ジョエルと一緒にいた時。めっちゃ強いろ、この2人なんか。12匹。自分は最高20匹。強っ。さっき群れがいたよね。マジ。今日その記録破れるかもよ。ここか。最高12匹って。こっち。うわ、間違えた。またいた。音聞こえないね。最高12匹って俺。ワンもっと殺した気するよ。でもあれ、ジョエルが殺してたからね。オッケーオッケーオッケー。あ、いい、死ね。ナイスナイスナイス。よし。
そこに俺一匹ね。え、あ、キモい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 。ここにおるよな。こいつやっちゃおう。はい、お前回収しまーす。こっち来い。はい、こっち来い、こっち来い、こっち来い。うわ、間違えた。うわ、まずい。やばい、まずい。死ね。え、全然死な、硬い。うわ、うわ。来い。こっち。うら。うら。銃一発も使ってない。マジもったいない。見た、銃使うの。スーパーにいるのも倒さないと。建物の周り見てみよう。入り口あるはず。慣れてきたぞだいぶゲームに。ちょっと物資物資物資。いやいいね、この銃あんま使えん感じがさ、リアルよね、このモード。鬼畜やもん、実際銃なんか転がってないやろうな。都合よく。こっちか、ハンドガンでいいか。金庫開いてるやん。あんまないんか、金庫のくせに。エリー手伝って、上見てくる。あ、かしこまり。はいはいはい、さあ上がっておいで。登って。死ぬなよ。一人で登るそうやけど無理か。こっちからさ。ねえ、屋上に穴開いてるよ。え？ほら。ああ。あざす。屋上に穴開いてる。穴から入んの？ありがとう。穴ってどこ？ね。本当だ。入る方法探そう。え？こっちか？ここやね。下潜っていくよね。こっち。このほふく前進がいいね。びっくりした。え、うわ、敵だよ。やばい、ナイスナイス。強いやんお前、さすが。噛まれてない、うん、大丈夫。エリー噛まれても抗体あるから。感染じゃなくて寿命で死んだよ。その顔打つ羽目にはなりたくないし。わかった。あ、言ってないんかな、エリーに抗体があるって。だってエリーに抗体あるって知ったらな、みんな実験しようとしてな、エリー1で捕まったからな。捕まったっていうかもう殺されそうになった。だから言わんようにしとんかもしれん、ジョエルとエリーは。ガチ怖いやん、これ。なんかある？手紙や、なんかあるぞ。また奥さん、本当に心から申し訳なかったと思っています。傷つけるつもりはありませんでした。あなたの店から薬だけもらいたかったんです。でもご主人が襲いかかってきて、ああするしかなかった。妹の足の感覚がなくなったのにインスリンが必要でした。けれど誰もが物を溜め込んでいて、ああするしかなかったんです。ご主人が助かりますように。わあ、なんかあった。あったよ。やったね。物の奪い合いか、きっと。物の奪い合いが起きてるんやね、この世界では。ん、どうしたらいいんや。あれ、これ次どこ進むん。ワッチ、この上か？ジャンプ？ What？ え？中？なんもないよね。え？次どこ行ったらいい？リーナ？教えて？君わかるやろ？
ここか。はい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 。バイバイよ。こっち。ほい。入った。いや仲間おるん心強いわ。ねえ、アルコール発見。お、いいやん。布も見つけた。は、医療キット作れるんじゃなかった？これで手当てして。そうそう、こうやってアイテムを作れんのよ。これで。あ、回復作れる。確か爆弾とかも作れんねんな。治療キット装備。長押しで治療。包帯な。いいね。胞子が飛んでるね。胞子か。マスクつけて。オッケー。これがクリッカーって呼ばれるやつらがおんねんな。クリッカーはちなみにワンパンです。こいつらの攻撃。分かってる。その顔打つ雨になるのは嫌だからね。任せな。優しい。胞子飛ぶほどずっとここにいたんだ。感染進んでるやつに気をつけて。うん、ここのスーパーに来てた？そうね、スーパーの上じゃない。ねえ、1階に降りよっか。はいよ。かしこまりこ。ふっ、鍵かよ俺の。今月の優秀社員。なんで A とああってどういうこと？なんかこの A あってなんかミス？ちょっと待ってな。ちょっと設定させてください。ちょっと待って。感度ちょっと上げたいな。標準時ちょっと下げたい。いやこれマックスでいいかもな。これ。オッケーオッケーオッケー。あ、オッケー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 。動かしやすくなった、だいぶ。遅かったもん、ちょっと。金庫あるやん。あー、わからんやつね、これ。どっかの資料があるはず。これか？上物を金庫に残しておいた。うちのワンちゃんが優秀社員を取った日付。日付ね。なるほど。さっきのやつか。お、なんか出てきた。なんで何も調べへんの？ディーナ。こんな資料いらねえよ。日付いつや？どこに書いてる？ 2013 年か？日付じゃないやん全然。あ、ワンちゃんこれ2013かな。ジュライ、ジュライって何月やったっけ。まあ2013で一回やってみるか。あ、違うやん。ジュライって何月やったっけ。10月やったっけ。2017。ちょっと待って、ちょっと調べていい今。ヘイシリ、ジュライ。7月ね。7月。シリ使う系 YouTuber になります。7月、2017年やね。違うやん。2017年7月か。2017年やった？そもそも。17年7月。あ？わからへんやん。2013やん。13。ジュライ。ってことやんな？あ、ほらほらほら、オーガストとか、ジュライ、7月の2013年。13やったらごめんなさい。ちちちち。7月の、13年やな。2000、
中3。はい、来たー。やった。入った。うわ。ネジだけかよ。必要ねえな、こんなもん。弾よ、弾。弾をよこしなさい。なんか出てきそうで怖い。なんもない物資が。でクリッカーはな、確かもうナイフで攻撃しようとしたら多分ワンパンで殺されるはず。うわっ、なになになに、うわっ、うわっ、うわっ、やばいやばいやばい、来るぞ絶対、絶対なんか来るぞ。うわっ、クリッカーや、こいつら、うわ、危ねえ危ねえ、こいつら音に敏感やねん、音鳴らさんかって大丈夫やねん、やばすぎる、目が見えへんねんこいつらは。後ろから近づいてもこいつらは無駄やねん、ワンと一緒やったらな。あったあったあった、で耳がいいからこうやって瓶とかを、うわっ、いけるかな、なんでバレたん、やっぱ無理や、いや無理やった、ごめんディーナさよなら、ディーナさよなら、ちょっと漁っとくわ俺、ディーナ逃げて、いや逃げよう、もうどこに逃げたらいいんや、ちょっと弾使いたくない、いや使うか、うわ、うわ、うわ、オッケーオッケーオッケー、ヘッドショット、こいつら本当気色悪い、他の場所にもいないか確かめてこう、そしたらとっとと脱出だよ、それ私のセリフ、いやどっか逃げれたんかこれ、無理やってん、うん、ディーナ手伝って、今行く、早く来なさい、ぶっ飛ばされたくなかったら、いや長押しね、えいよー、びっくりした、お前プレゼント欲しい、ちょうだい、何、いや、くれへんやん、もう取ってくれ、エリー、あ、火炎瓶やん、あげる、ありがとう、やった、気をつけてよ、はいはい、うわ、まだいるね、え、戦ってない誰か全然違かった。結構な数いるね。どうする？ランナーからやる。ランナーからやろう。バレる？クリッカーの声が怖いね。これな、クリッカー。こっちにもおったよな、おらんな、でクリッカーは目見えへんから音で来んねんけど、ランナーはね 目見えるからね、こっちおりよん、こっちから行こう、なんか倉庫みたいなところやな、スーパー、
つら目見えとはずね。この明かりには全く反応せんねんな。アホらしいわ。あの世に行きな、感染者が。こっち来たところでやん。何も物資なかったし。やばい。これやばい。やばい。やばいぞこれ。いや逃げろ。うわやばい。どこ行ったらいいんこれ。うわやるしかないなこれ。視界見や。ポイン。うわいいな。うわなんでなんで。なんで。オッケー、複数の敵を同時に倒すには火炎瓶。リーナに集まった敵を火炎瓶で燃やす。いやー今のクリッカー火炎瓶一発で死なんのや。いやー死ね。え何バレた。なんでバレてんの。わけわからんねんけど。いや無理やろこれ。お前どけ。お前殺すぞどけ。いやいやああ、火炎瓶。オッケー。一発じゃ死なんねんな火炎瓶一発じゃ。あのゴリラは。ゴリラスタジオ。いや違う。ゴリラスタジオ。ほい。うれ。うれ。ゴミが。あと一匹やん。なんで素通りするん。うん、ナイスナイス。オッケー。動いてるやついる。いやーもうあかんて。ゼロ。こんな弾使っとったらあかんて。絶対に私たち何気にすごいかも。ここにおったやつは。だね。あ来てたんや。聞いたらみんな驚くよ。オッケー。いいよいいよ。あ、なんかあった。次の監視所行ったら、いい加減休もう。なんか作れるやん。あ、作れる。賛成。燃やす燃やすも。燃やすんでいい休んでいい。俺が許可する。何も見えへん暗すぎて。いやー、数やばいぞ。ライフル全部使っちゃったし。あ、ここか出口。アイテムないかな。ないよな。乳首だね。こっちじゃないんだよ。出口どこや。こっちか。ディーナ出口教えて。分からへんから。ここやん。出口か。絶対出口じゃないやろ。開かないけ。そっか、それじゃあこうしよう。私を屋根の穴めがけて投げ飛ばして。はいはい。こっち投げ飛ばせよお前。ケーブル。あ、オッケー。あ、なんか電気引っ張るんか。よし、これ使えそう。え、どういうこと？ガチ投げ飛ばすの？これでいい。やったね。え、どうすんのこれ。よし、できそう。行くよ。え？身体能力高。これ絶対きついで。だってロープが固定されとったらまだいけるけどさ、こんな。登るとき気をつけてね。風強いから。すごっ。こんな不安定なロープで。いや崩れそう崩れそう。怖い怖い怖い。早く行こう。怖っ。パイン。こっちだよ。あ落ちるもん。いてかなり吹雪いてる。天気悪なったね。監視所までどのくらい。次の町のすぐ先。
などついてく。かしこまり。ということで、まあ今回はこんな感じで終わろうかな。皆さん、今回もご視聴、寒そう、ありがとうございました。寒そう、ついてきて。はい、以上グリルスルーでした。バイビー。